はい、それでは本日は2級建築施工管理技士の学科試験平成24年問い5番について解説していきたいと思います。鉄筋コンクリート構造に関する記述として最も不適当なものはどれかという問題です。1番、構造体力上主要な部分である梁は全スパンにわたり腹筋張りとする。この構造体力上主要な部分というのは、梁とか壁とか柱とか基礎などの建物を建てる上で重要な部分のことを構造体力上主要な部分と言います。でこの中にある梁ですね、梁のことを言っております。梁は全スパンにわたり腹筋張りとする。この腹筋張りというのはこの主筋が入っているということですね。圧縮側と引っ張り側に配置された鉄筋、まあ、主筋のことですね。圧縮側と引っ張り側っていうのはこっち外に逃げていくのが引っ張りです。で中に入ってくるのが圧縮です。なのでこれは引っ張り引っ張り圧縮圧縮の方に配置された鉄筋のことを腹筋張りと言います。またですね、こういう腹筋とかあばら筋もつけて、これが全部セットで、まあ、これが腹筋張りというんですけども、こういう構造になっているのが、まあ、部材の中がこうなっているのが、まあ、主に腹筋張りと言われています。でこうしないといけないので、全スパンこうしないといけないという決まりなので、まあ、この問いに関しては、まあ、合っていますということですね。そして2番、柱は軸方向の圧縮力、曲げモーメントおよび先端力に十分耐えられるような力とする。軸方向の圧縮力と、あとは曲げモーメント、この先端力、この3つに十分耐えられるような構造とするというものになります。まあ、結論から言うと合ってます。まあ、そうしないと建物がぐちゃぐちゃになってしまうので、まあ、一応書かせてもらったんですけども、まあ、軸方向っていうのは、まあ、部材の長さの方向と平行に生じる応力ですね。これと平行、圧縮なので、まあ、これですね、ぐわっと縮まることを言うんですけども、この圧縮力と曲げモーメント、このブヨーンってなった時のこのこうならないための曲げモーメントと、あとはこの先端力ですね、引っ張りと圧縮でガガガガガってなる、この3種類に耐えて十分、耐えるような構造とするということなので、この2番というのを合っております。そして3番、ラーメン構造の梁に長期荷重が作用する場合には、一般に梁中央部の上側に引っ張り力が生じる。まあ、これもちょっと何言ってるか、まあ、分かりづらいんですけども、そもそもラーメン構造、これはこのことですね。梁と柱が一体化した構造のことをラーメン構造と言います。これですね、こうちょっと出っ張ってる。これが柱で、これが梁で、これが一体化している。これがラーメン構造と言われます。まあ、ラーメン構造の、まあ、由来なんですけども、まあ、言語はドイツ語のラーメンという意味、まあ、額縁という意味ですね。確かにこれちょっと額縁みたいな感じで、まあ、出てると思うんですけども、まあ、この額縁、まあ、ドイツのラーメンっていう言葉が、まあ、言語になってラーメン構造という形になっております。でですね、このラーメン構造は梁、この梁の部分ですね、梁の部分に長期に、渡って荷重が作用する場合、ずっと10年20年30年と梁に、力がかかる場合、一般的に梁中央部の上側に引っ張り力が生じる。梁中央部の上側って何ていうかというと、これちょっとこれを横から見た、こう見た図、こう横から見た図がこれなんですけども、ここが梁中央部です。梁中央部の上に、引っ張り力がかかるのかって言っていることです。なのでこの梁なんですけども、これぐわーってかかったら、こうなってきますよね。梁の上側っていうのはこうなるので、圧縮がかかります。圧縮する力がかかります。こう V 字になって、こっちに。で、梁の下側が、こう、なんて言えばいいんですかね。こうなって、引っ張り力がかかってくるということなんです。なので、上が圧縮、下が引っ張りになるので、今回の問題に関しては、中央部分の上側が引っ張りということなので、上側は圧縮です。そして下側が、引っ張りになるので、今回の問題、これが間違っていますね。下側に引っ張りが生じるということなので、この3番の問題は間違っています。それでは4番。壁の開口、偶角部には斜め方向の引っ張り力が生じるので、補強筋を配置するということですね。この壁、これはですね、壁があるとしたら、この開口部、これ、まあ、窓とかの開口部ですね。
窓の開口部のこの隅の部分ですね、この隅。隅の部分に、斜め方向の引っ張りが生じるので、補強筋を入れてくださいねって言ってることを言っています。この角の部分っていうのは、地震が来た時とかに亀裂とか割れ目が入ったりしやすいです。この先端力がかかって、ここから最初にひび割れが入ってきます。まあ、地震が起きた時とか何か荷重がかかった時。なので、それを防止するために、コンクリートを打つ前に、ここに斜めの補強筋を最初に入れておいてくださいねって言ってるのがこの問題の趣旨です。なのでこれは、まあ、建築基準法としてもこうしてくださいねと、しっかり書いてあるので、これは法律上 適切なことを言っているので4番としては丸です。以上のことから今回は3番が間違っているので3番が答えとなります。